バリクパパン沖海戦、バリクパパン沖海戦、バリクパパン沖海戦、バトルオブバリクパパンは、太平洋戦争初期の1942年、昭和17年1月24日未明に、ボルネオ島南部バリクパパンで発生した海戦。バリクパパン沖海戦は、日本軍によるライン作戦実施中の1942年、 昭和十七年一月二十三日深夜から一月二十四日未明にかけて、ボルネオ島のユ田ンバリクパパン攻略を行う、日本軍輸送船団と護衛の水雷隊を、連合軍の駆逐艦と潜水艦が襲撃した海戦。わずか三十分間の夜間海上戦闘であり、日本軍輸送船団、日本陸軍、坂口市隊、坂口静織陸軍少将及び護衛の第四水雷戦隊、 司令官、西村昌司少将は突入してきた、米軍駆逐艦4隻に翻弄された。一連の戦闘により、日本側は輸送船5隻、空襲1、潜水艦1、野戦3を失い、損傷3隻、輸送船2、小海艇1という被害を出した。本海戦は、太平洋戦争初期のライン方面における、連合軍艦隊唯一の勝利であったが、 日本軍のバリクパパン占領を防ぐことはできなかった。日本軍はバリクパパンの西油施設を占領し、さらに南方に向けて進撃した。1942年、昭和17年1月10日から12日にかけて、ボルネオ島タラカンを攻略した日本軍は、ついでボルネオ島のバリクパパンに上陸作戦を開始することになった。バリクパパン攻略作戦は、日本海軍、 団員部隊、指揮官、高橋伊望海軍中将、第三艦隊司令長官と、日本陸軍、第五十六師団の坂口司隊、指揮官、坂口静尾陸軍少将,将の共同作戦であった。だが、タランでは、嫌いの総会に手間取り、また占領した飛行場も、不良のため、馬クパパンに対する空挺作戦は、断念されるに至った。 バリックパパン上陸予定日は20日から24日に延期された。一方、日本軍はバリックパパン攻略と並行してスラウェシ島南部のケンガリー攻略とセラム島アンボン攻略を行うことになった。ケンガリー攻略は日本海軍単独の作戦で東方攻略部隊第5戦隊司令官高木武雄海軍少将第2水雷戦隊司令官 田中雷蔵海軍少将の指揮下で行われた。1月21日夕刻、第四水雷戦隊を機関とする、第一護衛隊、指揮官、西村昌司少将、第四水雷戦隊司令官の軽巡洋艦1隻、駆逐艦9隻、総海底4隻、苦戦艇3隻、小海底3隻と輸送船団16隻、陸軍8、海軍8は、タラ艦を出撃した。 戦乱は8ノットで南下を開始した。バリックパパンの声優賞を無傷で手に入れるために、コマンド作戦が実施されたが、これは失敗した。22日、戦乱は、マカッサル海峡に入ったが、タラカンの第23航空戦隊から、降雨のため22日23日飛行場使用不能、戦闘機援護不能の連絡が入る。 1> 第1護衛隊のうち、第24駆逐隊の駆逐艦2隻、海風、航風は、途中から別動隊、羽花丸、観光丸を護衛して先行した。1月23日未明、米軍潜水艦スタージョンは、海風に魚雷4本を発射したが命中せず、爆雷で反撃された。同日有国、総発爆撃機9、軽爆撃機4機の空襲を受け海軍運送船。 タツカミが損傷を受けた。続いて、駆逐艦、航風が敵船を探知して、爆雷攻撃を実施、並行して1時間以上にわたる空襲を受ける。19時30分、南アマル、第11航空艦隊向け燃料搭載が、オランダ軍の B-10 爆撃機の攻撃により、被弾炎上、積み荷のガソリンに引火したため戦隊放棄となった。乗組委員は、峰雲に収容された。 夜になると船団はバリクパパン白地へ到着、第二駆逐隊の駆逐艦4隻、村雨、春雨、サミダレ、夕立が白地総会を実施した。1月24日日付変更時、第1護衛隊は白地警戒陣形に移行しつつあったが、第2駆逐隊は白地港数海里で総会策を要求していた。第4水雷戦隊機関、慶中は、 第一白地の鶴ヶ丸南西約1トル停泊していたところ0時35分前後に魚雷艇。実際はオランダ潜水艦 K18 を発見、来石を認めて艦首ギリギリで回避したが、この魚雷が鶴ヶ丸に命中した。紹介時課として中環境にいた大熊、当時中水雷町によれば当時の中は期間停止状態で回避不能だったが、 魚雷2本は中の艦艇を通過して輸送船の方に構想していったという。魚雷命中により、鶴ヶ丸は沈没した。西村司令官は第30総海隊、第17、第18号総海艇に救助を命じ、第9駆逐隊、朝雲、峰雲、夏雲は、船団東方 3km を、第31逐船隊は、船団西方を、小海艇は、 戦断南方を第十一総海隊は、戦断北方をそれぞれ警戒するよう命じた。中は、白地東方五キロメートル付近を行動して警戒を行い、第九駆逐隊に続行を命じる。第二駆逐隊は、四隻、中、朝雲、夏雲、峰雲のさらに外側を紹介していた。午前一時四十分、第一次上陸部隊、久米大隊。 山本連隊主力が大発同艇、大発10、小発10に乗って出発午前2時40分に上陸に成功した。上陸部隊は折り返して第二次上陸を開始した。これより前、連合軍、アブダ艦隊司令部、指揮官トーマス C ハートアメリカアジア、艦隊司令長官は日本軍の地目標をバリクパパンと予想し、 タラカン沖からマカスサル海峡南部に米潜水艦6、一部資料では7隻と乱潜水艦2隻を配備した。続いて水上艦隊を派遣したが航空支援がないために本軍輸送船団を発見できず出撃しては燃料補給のため帰投せざるを得なかった。1月20日、プビー、カタリナ飛行艇はボルネオ東海ガンバリクパパン沖で 日本軍輸送船団を発見する。これを受けて、アブダ艦隊司令部は、チモール島、クーパンで補給していたアメリカ海軍、ウィリアム・ウェイ・グラス・フォード少将指揮下の軽巡2隻と、駆逐艦6隻を出撃させた。ところが、軽巡、ロイ氏は、座礁事故で損傷し、軽巡、マーブルヘッドも、機関故障を起こしてしまう。そこで、巡洋艦2隻は、 護衛の駆逐艦二隻と共に戦列を離れた。第五十九駆逐隊、ポール・エイチ・タルボット中佐のクレムソン旧駆逐艦四隻、ポープ、パロットだけが日本軍の輸送船団を攻撃できた。1月24日未明、アメリカ艦隊は速力27ノットでバリーク・パパン沖に侵入した。すでに月は没死していた。炎上した南アマルや、 地上施設の売園のため試し会は不良、逆行のため沿岸に停泊中の日本軍輸送船団のシルエットは米艦隊から丸見えだった。また、潜水艦 K18 の襲撃から30分しか経過していなかった。日本軍護衛部隊は常実のように警戒網を敷いていたものの敵水雷船隊の野襲を全く予想していなかったという。アメリカ艦隊は 日本側に発見されることなく、船団に接近することに成功し、第15号総海底に対し最初の魚雷を発射したが、命中しなかった。午前4時25分、船団北東を紹介していた第15号総海底は、南方から接近する4本煙突の艦栄を中と誤認するも、複数隻のため敵艦隊と判断、すれ違いざまに雷撃されたが回避した。 日本軍の護衛艦艇では、敵巡洋艦出現、敵艦は、味方艦の誤り、敵巡2隻、敵、権威などの情報が次々に入った。襲撃中の米軍駆逐艦4隻は高速で、移動したため、ジョン D ・フォード、ポープ、パロットと、ポール・ジョーンズに分離した。それでも午前4時30分に特設急接毛艦、スマウラマルを来撃して合沈させた。 なおサミュエル・モリソンの太平洋の朝日等では、米軍駆逐艦4隻は常に単獣陣で行動したことになっているが、日本側の戦闘記録、戦闘商法と対比すると、実際には分離行動しており、特に、ポープは、スマウラ丸を来撃後にそのまま離脱していったとみられる。特設休兵艦、熊川丸は、右舷後方から接近してきた単艦の駆逐艦。 ジョン・ディ・フォードから約10発の命中弾を受けたが、反撃して完備に命中弾を記録した。この、ジョン・ディ・フォードは、戦乱の間を航行しながら、朝日丸、藤影丸、暮れ竹丸を攻撃し、4時45分に暮れ竹丸に魚雷を命中させて撃沈した。スマウラ丸を撃沈した二隻パロット、ポール・ジョーンズは午前4時35分に、タツ丸を来撃して、撃沈。 南方へ離脱中に、第38号哨戒艇を来撃したが回避された。第38号哨戒艇の左舷にいた、哨戒艇37号は、右舷から接近中の米駆逐艦2隻を中と誤認しているうちに、魚雷1本が右舷艦備に命中、続いて魚雷2本が左舷監視と艦備に命中した。第37号。 第38号小海艇の南方にいた第36号小海艇は午前4時50分に北西約2トルに中と似た艦影を発見し射撃されたため南方へンダ0500的巡洋艦4隻を発見先団の南と報告するこれは離脱中のパロットとポール・ジョーンズの2隻であった一方 白地から10から1 3キロメートル東方を航行中の軽巡、中、西村司令官に入った最初の敵情報告は午前4時40分に第15号総海底からもたらされた4本煙突の駆逐艦船団の北方に現春であった。西村司令官は連合国軍駆逐艦の攻撃に気づいておらず午前4時58分に敵潜水艦 魚雷艇に対し警戒を厳にせよと、加齢する。第36号昇海艇の敵巡洋艦4隻報告に対し、西村司令官は、今の巡洋艦派第2駆逐隊の後、ならずやと問い返し、第36号昇海艇は、今の巡洋艦派4本煙突の駆逐艦の、ごなりと応答した。中は、第9駆逐隊を率いて、戦乱北方に位置すると推定された。 敵艦攻撃に向かったが、混乱の中で胴体とはぐれてしまった。日本軍の損害が判明したのは、朝、午前7時以降である。なお、連合軍水雷戦隊の襲撃による混乱に、乗じてオランダ潜水艦 K18 は、再度の襲撃を行う。午前6時50分ごろ、K18 は、苦戦艇12号を来撃するが、魚雷は艦艇を通過、苦戦艇は、爆雷攻撃で、 K-1-8 を損傷させた、日本軍は、撃沈確実と報告。本海戦により、日本軍輸送船団は大損害を受けた。陸軍輸送船は2隻、鶴ヶ丸、呉れ竹丸が沈没し、両船合計39名が戦死した。海軍では輸送船2隻、須磨浦丸、辰上丸沈没、第37号小海艇が、大破航行不能、死傷者、約35名。 熊川丸勝派、戦士六、旭山丸被弾。空襲による南アマル沈没を合計すると、陸海軍の輸送船5隻を喪失した南アマルは24日夜に爆沈。しかし、上陸部隊はすでに出発しており、バリクパパン攻略作戦は順調に進む。間もなく、坂口死体はバリクパパン飛行場を含め、同地の占領に成功した。 また二十四日以降は、天候が回復したため戦闘機体や水上機体が援護を再開、輸送船団は、激しい空襲を受けながらも、大きな被害を受けなかった。二十六日、特設水上機母艦2隻、サヌキマル、サイオマルがバリクパパンに到着して、支援に当たるが、翌日の b 1 7重爆5機による空襲で、サヌキマルは中破、だが、 さ抜丸はその後も任かす猿方面で活動を受けた。同日、駆逐艦、夕立は、小海底37号を浅瀬へ移動させる任務を命じられていたが、栄光不能のため、その任務を解かれている。28日以降、零式艦上戦闘機隊が、バリクパパンに、進出、30日になると、西村司令官は自作戦、ジャワ攻略作戦のため、第1護衛隊を率いて、 リンガエンワンへ向かった。陸軍の坂口死体は1月31日にバリクパパンを出発し、ボルネオ島南部のバンジェルマシン攻略に向かった。バリクパパンの防備は第二根拠地部隊が引き継いだ。連合軍による破壊が実施された油田も徹底的破壊を免れており、後に完全に復旧する。油田は日本軍の作戦に大いに貢献した。 一方の連合国軍の損害は、駆逐艦、ジョン・ディ・フォード小派、潜水艦 k 1八大派であった。タルボット中佐は大きな戦果を上げたが、すでに日本軍部隊の揚陸は完了していたため、バリクパパンの占領を阻止することはできなかった。また完璧な奇襲を成し遂げた割には、戦果に乏しかったと言える。しかし、アメリカ海軍は19世紀のマニラ湾海戦以来、 初めての東南アジア駅での水上戦の勝利として、その戦果を大きく報じた。なお、撃破された輸送船の一隻には、海軍主係中尉として、中曽根康弘が上艦していた。中曽根の手記では突入してきた敵艦を、オランダ、イギリスの駆逐艦と潜水艦としているが、実際には、上記の通りアメリカ駆逐艦4隻である。その連合国艦隊は、 もう一度のバリクパパン沖海戦の再現を狙い、イギリス東洋艦隊の残存艦であったオーストラリア海軍駆逐艦、バンパイアとイギリス海軍駆逐艦、サネットをマレー半島へ出撃させるが、1月27日に日本海軍の第3水雷戦隊との戦闘により撃退された沿道沖海戦。指揮官、第3艦隊司令長官、高橋伊望海軍中将。 ダバを所在。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。